r 4 m は最初期の実用的な多目的ロケット弾である。戦闘機に搭載され、空対空、空対地に使用されたが、特に空対空のロケット弾として有名である。発射後に、顕著な噴煙の功績を残すことから、オルガンというあだ名を持っていた。この兵器は、第二次世界大戦中に、ドイツ空軍で開発され、戦争末期に短期間だけ使用された。戦後、 r 4 m は1940年代と1950年代のほぼ全ての揚撃機で使用された数多くの類似兵器の手本とされた。r 4 m はドイツ空軍の戦闘機が搭載する対爆撃機用の兵器の重要度が増してきたことに応えて開発された。この類の兵器の設計はフォッケウルフ FW190 の主翼内に 搭載できるほど小型の 20mmMG151 機関砲から始まったが、一般的な4発爆撃機を撃墜するには 20mm 弾を平均20発要することが分かった。20mm 機関砲は、メッサーシミット BF-109 にも搭載されたが、109の主翼下に取り付けられた効力を増大させる。 ガンポッドは 30mmMK108 機関砲のものに交換された。MK108 のガンポッドは幾分大きくなっていたが、これであれば平均1発から3発の命中弾で4発爆撃機を撃墜することができた。しかし、MK108 はかなり重く、その大きな弾薬を抱えて1回か2回以上のコースに攻撃をかけることは困難であった。 さらに悪いことに、この機関砲の低い方向初速では、射程が非常に短く、1000メートル先で41メートル以上も落下するほど、弾道の低止性が悪かった。命中弾を与えるためには目標に接近する必要があり、これは戦闘機自身を敵爆撃機の防御兵装の射程圏内に置くことを意味していた。より強力な MK103 機関砲は、 重量とサイズの増加と引き換えにより高い方向初速を持っていたが発射速度は MK108 の600から650発フンに対し380から420発フンでしかなかった。FW190 に装着された WGR21 の発射塔に装填されるロケット弾ネーベルベルファー42型から派生したベルファーイコールグラナーテ21ドデルも メッサーシミット BF-109,BF-110 や、フォッケウルフ FW-190 に取り付けられ、アメリカ陸軍航空軍爆撃機の密集編隊を、崩す用途に使用された。しかし、発射塔自体がすでにかなりの効力を生んでいることに、加えて、それを主翼区画面に固定している、剥き出しの5本の支柱だけではなく、発射後に、ロケット弾がかなり落下することを見越して発射塔を、 水平から約15度上向きに取り付ける必要があることも効力の増大をさらに悪化させていた。主翼仮面のガンポットや効力の大きい外口径のロケット弾発射塔を代替する解決策は機関砲弾と同様の弾頭を備え持つ固体燃料で推進する小直径のロケット弾であった。一発の重量は比較対象となる機関砲弾よりも重くはなるが、 機関砲本体はいらないことが相応に、全体重量を軽減することになった。重量の差は顕著で、代替する機関砲よりも大きく長い射程を持つロケット弾の方が軽量であった。空対空版の r 4 m は、ほぼ一発の命中で撃墜を保証する5 2 0ムのヘキソ原作薬を内蔵する直径5 5トルの大型弾頭を使用していた。 一発の R4M の重量は 3.2kg で、敵爆撃機の防御兵装の射程圏外の1000メートルの距離から発射しても十分な量の燃料を搭載しており、ロケット弾本体は安定版の薬目を果たす、飛び出し式の羽を備えた簡単な金属製の管であった。通常12発積み2機の課題で構成され、24発を一斉に発射すると1000メートル前方で15発。 30メートルの範囲を覆い、一発で目標を撃墜することがほぼ確実であったのでこれで十分な散布範囲であった。R4M は通常600メートルの距離から6発ずつを0.07秒間隔で4墜射された。R4M は2種類の弾頭を使用することができ、空対空用は0 4キログラムの作薬を搭載した通常の PB-3。 対戦車用がパンツァーシュレックと同様の構造で、大型の弾頭を持つ、パンツァーブリッツ2であった。R4M を主翼下のラックに装着した、目 262R4M を装備した機体は、極小数で、そのほとんどが、メッサーシミット目262と、対地攻撃用のフォッケウルフ FW190 であり、主翼下面の小型木製貨台に搭載していた。 実戦に投入された R4M は目262との相性が良いこともあって絶大な効果を発揮した。フランスのエースパイロットであるピエール・クロステルマンは著書の激追王の中で1945年3月にゴードン・ゴロップ将軍が指揮する R4M を装備した目262がオーバー・アーマガウの飛行試験場から飛び立ち、 一回の出撃で14機のボーイング B-17 の撃墜を申告したと記している。1945年4月には R4M を装備した目262が3機の損害を出しただけで30機の B-17 の撃墜を申告した。ドイツ空軍は飛翔中の R4M ロケット弾が 30mmMK108 機関砲と似た。 弾道奇跡を描くことに気づいていたため標準のレビ16バイト照準機が有効に利用された。戦後に r 4 m はアメリカ軍の2.75イン、マーク4ファートより大型の5イン、2E ロケット弾の手本となった。ありがとうございます。